夢人銀のバラ騎士団は原作藤本ひとみ、文柳瀬千尋イラスト江藤輝によるライトノベルシリーズエンターブレインのビーズログ文庫より出版された未完のまま絶版となっていた夢人銀のバラ騎士団のリメイク作品である柳瀬はこの作品がデビュー作となる短編集1巻を含む全10巻藤本ひとみが 序章総帥レオンハルトに寄せた序文によれば、夢見の執筆が中断した後もファンからの復活の要望が多数あり、自身も復刊の意思を持っていたが、執筆のための時間と体力は確保できたものの、時代遅れだとして、各出版社から断られ続けていた。夢見のファンの編集者のおかげで、ようやく復刊できたといい、元の物語を残しながら、 新しい物語を挿入するのに不審したという。終章レオンハルトよ永遠なれ後書きによれば、結末をめぐって藤本と柳瀬とでカンカン学ガ学クガクの議論の末に完成にこぎつけたという。助章総帥、レオンハルト、終章レオンハルトよ永遠なれは、完全書き下ろしの新作である。サラマンドラの聖還は、夢見での予告から20年を経ての観光であるが、 旧作の改作がメインとなっている。詳しくは、夢見と銀のバラ騎士団主な登場人物を参照。改作、完結に伴い、一部登場人物が追加されている。リメイクに伴い、夢見とはタイトルが一部変更されている。外伝、銀狼ロ,ロマンス、白鷹ドリーム、銀狼より愛を込めては、未収録、エンターブレイン感。ありがとうございます。